皆様ごきげんよう、佐郷です。黒木です。今回はね、都内有名男子校海城高校出身の2人が、海城ならではの知られざる伝統について話したいと思います。で今日話すのは、3つあるんですけども、1つ目、海の家。海の家、はい、はいはい、海の家で2つ目、武道。武道ね、はい、あったあった、はい、そして3つ目最後、前提サッカー。前提サッカー、はい、これはね、前提サッカー、はい、伝統。伝統なんですね。伝統の前提サッカー。なるほど、それについてちょっと気になるので、はい、後ほど話してもらいましょう、はい、話しましょう、はい、じゃあまずはね、海の家からですね、はい。僕ら10年ぐらい前卒業なんですけど、あの中1の時に海の家に行かされるんだよね、あれはどこだった、場所は。あれは千葉県の館山だよね、よく覚えてるな、そうかそうか、館山、富浦だね、ごめんなさい、富浦に、会場が持っている寮があるんですよね、あるあるある、ね、あの寮の中でもうその海の家の期間中は生活寝泊まりをして、であれ基本何するかっていうと基本泳ぐよね。そう、海の家の最大の催しといえば遠泳だったんだけど、ね、そう、本当にね、海をこう海に出てみんなで鯛を作って、すごい何キロか泳ぐよね、あれ。3、4キロ、3、4キロぐらいは泳ぐよね、みんな平泳ぎでこうね、ひたすら泳ぐっていう行事なのよ、海の家って。それを中学1年生の多分夏ぐらいになる前ぐらいに多分入ってやって、そうそう、で多分2泊3日か、ね、3泊4日ぐらいで、そうだったね。で寝泊まり一緒にして、でもうずっとひたすら泳ぐだけ。そう、あの洗礼みたいな。洗礼だよね。まあ中1でなんだろう、みんなね別々の小学校から来ていうか、仲良くなるって意味もありつつ、まあ、会場っていうのはね、こういう厳しさもあるんだぞというところも教えてくれたのではないでしょうか。あれはね、僕にとっては結構修行みたいなところがあって。そう、修行だった、まさに。そうで、結構多分修行って思ってる人多いんだろうけど、その辛いんですよ、一言で言うと。辛いね。で、あの僕の時はその、割と海で泳ぐんですけど、あれ、3日目ぐらいにその遠泳最終的な目標があって、1日目2日目とかは練習するんですよね。そうだった、そう、練習だった、練習がある。で練習の時はその体育科の先生とか、あとまあ水泳が得意な先生とか、あとの OB の人がいるんだよね、会場の、でその人たちがサポートしてもらいながらクラスに分かれて、やると、で、まずね、嫌だったのが1個目は、あのクラス分けをするんだよ、一番初めに。ああ、あったわ。実力主義なんですね。そう、実力主義、すごい。結構いきなりみたいな。そうで、あれ、じゃあなんとかっつって、あのここからそこまで泳いでみろとかって言って、ああそうそうそう、で泳ぐじゃんか。あったわ。あの泳ぎを見て、はい、じゃあお前はええなゴリゴリの縦社会に作られた。その場に評価が下されるっていうね、恐ろしいね。で、そう、でちなみに A が一番あの上のクラス、まあ、上級クラスで、 A、B、C、D、E、 確か F ぐらいまであったそんなあったあったあっ た, あった D と E と F の違いない。いやでも F はもう本当に泳いだことがほぼない人で、あ、 F は多分延々する時も、しない、いやするけど、しない、浮き輪みたいなのつけない、ヘルパーつけてやるみたいなやつで、あったわ。で何が辛かったかっていうと、僕あの、ちょっとあれなんですけど、習い事でね、その、プールやってたんですよ、もともと。小学校の子やってたし、全然余裕だし、平泳ぎとか全然できるし、A は行かなくても B か A ぐらいかなって思ってやってた、で、黒木やれとかってなって、こうやって5メートルが泳いで、で先生が、あの、はい、じゃあお前 D とかって、おい、俺みたいな、砕け散ったじゃん俺全然違うじゃんみたいな、 D 下から数とか早いじゃんみたいなD ってショックだよね。そう、ショックで、まあ、そこから始まってるっていうのがね、まず。まあでも教育的効果もあったんじゃない。うぬぼれるなと。うぬぼれるなと。上にお前は D だと。それが出てたんじゃないか。出てたかもしれない。俺 B だろう、ね。俺いけるけどな。そうそう、ちょっとやってやるかみたいな、ね。ちなみに僕も、いやでも分かんない。C か D だったんじゃない。あ、本当。A とかじゃなかったと思う。普通だったと思う。であれさ、隊列をさ、永遠に組むときに、A から順番に並ぶんですね。あ、そうだっけ。そう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 、そうなんだ。あ、そうかそうか。で、やっぱ後ろの方が脱落していく人が多いから後ろから脱落ってあって噂があるから、だから後ろの方は遅い人、前がペースメーカーでこう行く人。そうそうそう、
あの船がねちゃんとついてるんでね、そう横にボート乗ってあの頑張れとかって言ってやって、そう頑張れで脱落した人をこう救助してそう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 、そう、うん、そう、それでねまさかの船に乗ってる担任が落ちるみたいな事件もあったそんなのあるんだと思うね、なんか聞いたんだよね、うん、俺直接みたいなんだけどね、うん、ボートが転覆したって噂を聞いたんだけど面白いね、そんなことがあった気がするね。であと俺が嫌だったのはね、あのね、うん、あの永遠終わって寮に帰るときに、うん、あのまずパンツを、うん、海水パンツだったそれをねズバッてこう、まあ、脱いで、ね、そこにシャワーを冷水シャワーをぶっかけられる先生にホースか、いやシャワーですらなかったホースだわ、ホースだ、あのホースで怖いっつって、これ並んでんだよねこう後ろにこうでその前に行った瞬間に下ろさないといけない囚人かっていう、あれは強制収容所みたいな、あれ寮の前通ったおばさんとか絶対びっくりするだろうっていう光景だよね、今ならなんかクレームくんじゃない、いや来ると思う、来ると思う、もうないんじゃないもう、うん、多分そういう文化がシャーって洗ってね、そう洗ってありがとうございますってそうそうそう確かに、ね、今思い出したそれをあれね、もう一個嫌なことがあって、うん、あそうね、練習で練習がその、まあ、僕の場合はその OB だったんですよ、で、まあはいはい、ちょっとがたいの良い日焼けしたお兄さんみたいなのが、うんうん、まあ、教えてくれると、うん、で、まあ、でも大体その OB1 人に対して、まあ、そのクラスの人が、まあ、10人5人とか10人ぐらいいるから、うん、そんな見てらんないですよね、うん、でちょうど練習したその日がそのなんか台風が結構近づいてるみたいなんで、あそうだっけ、そうで天候悪かったの、はい、でもう曇りだし、なんかどんよりしてるし、波がすごい高いの、もうワンってワンっていう、そう、うん、これやるのとかと思って、でも普通にやるんですよね、あやったんだ、やる強行するんだね、でまあなんだろうな、でね足が届かないんだよね普通に、危なっ、でそこに足のとこ届かないところに行って、でちょっとこう、まあ、潜ったら届くんだけどぐらい、でも波が来てるからもううわみたいな、顔にこう波が当たるしみたいな、はい、でそコーチやばいっすみたいな感じ、うん、OB に行っても、うん、大丈夫だ死なないとかマジみたいな、怖いね、厳しいね、い厳しかった、それで 2,3 時間ぐらいまで練習して、であなた上がってとかってやってて、あいやこれまた明日もやるのかとかって思うともう結構辛かったね、確かに結構海の波荒かったね、荒かったよ ね、そうそうそう、あれはすごいいい経験になったかな、でもあれはそう結構、ね、辛いことがいっぱい出てくるんだけど、あでも楽しかった、楽しかったかな、うん、なんか振り返ってみればあれはなかなかできない経験だしやってよかったかなと思うし、うん、男子校ならではだなと、男子校ならではだね、うん、確かに思ったね、そうね、最後にあの永遠をやって最終日にね、うんうん、で僕がやった時はそのちょうどなんかまあ無事ねその4キロぐらい泳ぎ切って陸に戻ってきて、うんうん、であのなんか上がる陸に上がるとなんかね氷だと思われるんだよね先生が、あそうだ1人1個ぐらい、はいはい、それがね本当に美味しかったんだよ、氷だともらったおー覚えてる、ああもらった気がする、でなんかねその時に見える景色が、うん、ちょうどその湾みたいになってるところの、その両側こうちょっと島みたいになってて、うん、湾でここでこう上がって、うん、でここからこうちょうどなんか夕日っていうか見えてでなんかちょっと晴れてて、であったわ、氷砂糖もらってなんか舐めてて、なんかねちょっと感慨深い感慨深いわあそれ 言ってくれてよかったわ、そうその光景忘れてた、うん、夕日だったもんね、つらかった3日間ぐらいつらかったけど頑張ってよかったなって思えた、あったわ、うん、っていう話、うん、感慨深くなったOK が海の家ね、海の家、これが海の家です、でも海の家 ね今あるか分かんないんです、今ちょっとあるか分かんないので、ないかもしれない、でもなかったとしてもそうこういう文化があったなっていう、このね、そう歴史の一幕をここに残すことができました、はい、ということです、はい、で2個目は武道ですね、武道の授業が必ずあったんです、そして選ばなければならなかった、そうこれはもう中学1年生から高校3年生までもう6年間ずっと体育とは別で武道という時間があると、そう、それがオリジナルだよね、うん、体育と武道は別なんだよ、うん、で武道は柔道と剣道をどっちかを選んでいくと、僕らはまあ2人とも剣道ね、剣道だったね、剣道選択肢なんですけど、うん、まあ、剣道を行って最初一番思ったのが、うん、あの防具は臭いんだなと防具とかあとその道場っていうのはすごいなんか汗臭い匂いがするんだなっていうことで、まあそれは徐々に慣れていったけど、うんうん、それがまず強烈な思い出し残ってるから
そうだね。だから剣道部の人とかさ、よく生きて部活できるなって思う。そう、その頃は思ったね。日々ね、あの匂いを多分経験してるわけじゃないですか。そう、汗が染み込んだあの綿、綿のあれをかぶるから ね、すごいことだけど、うん、でも、なんだろうな、まあ良かったね、武道はやって。ちなみになんで、あの柔道と剣道を選べて剣道にしたの？まあ、柔道をやってるイメージが自分の中になかった。なんかまあ勝手なイメージだけど、剣道の方がかっけえなんで、少年ながらの剣っていう。全く同じだわ。あ、同じだ。でもね、それがね、運命の分かれ道だったなって思うね。というと？いや、まあ、僕から見てたけど、柔道怖すぎだろっていう。いやー、分かるわ。よかったってやつでしょ。まあ、ちょっと安心感。安心感したから。まあ、もちろん剣道もね、体育とかに比べてまあ厳しいんだけど、柔道の厳しさの比じゃないっていうところはあって、でそれはひとえに、ひとえに、まあ、消されるかもしれないけど、うん、先生の、当時のね、教育方針の当時 の、 その柔道の先生と剣道の先生、うん、多分今違う方かもしれないから。そう、あ、確かにね、そう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 、もう今は違うかもしれないけど、もう15年前で多分もしかしたらお辞めになってるかもしれないからね、なってるかもしれないですけどね。いや、その時の柔道の先生がとても厳しい、お肩なんかもう肩肘張っちゃう、今も、ね、もうちょっと緊張しちゃうんだけど、会場最後の砦みたいなね。そう、一番怖い先生が、ね、担当されていらっしゃってね、聞こえてくるんだよ、たまに。剣道場と柔道場隣だけど、柔道場の怒鳴り声がたまに聞こえてくる。聞こえてくるときに、申し訳ないけど本当に剣道でよかったわっていう。確かに思いに駆られた。剣道の先生はそれに比べるとまあ優しかった、ちょっとお茶目なね、ところもあったかな、ね、と思うんだけど。そうだね。これはちょっとね、もう柔道の人に聞いてみたいところはあるけどもね、なんか僕の印象は、剣道と柔道と、柔道の方が、まあ、社会に出てからも汎用的っていうか、まあ、その、ね、受け身とか、あ、そうだ、ね、その取り方とかね、確かに剣道だと教わんないけど、でも事故する時の、事故する回数が多いと、柔道は。柔剣道に比べると、そう、回数は、まあ、ちっちゃい捻挫とかそういうのも含めて、骨折とかは起きやすいと。起きやすいかも。で、剣道は少ないんだけど、その事故った時のでかさがでかいみたいな。あ、そうだったっけ。らしい。へえ、うん。っていうので、まあでもね、やっぱ剣の方がかっけえしとかと思って。もう今ならなおさらじゃない。なおさらだね。鬼滅の刃。あ、そうだね。もうみんなみんな剣道だね。そうだね。水の呼吸とか言ってやってるのかね。やってる一の方とかやるよね、多分ね。確かに。そうか。ちなみに僕剣道選んだ理由もう一個あって。あ、なんですか。僕小学校の頃に居合をやってたんだ。結構やってんね、いろいろ。居合やってる人って珍しいね。そうで、なんでかっていうと、小学校6年生ぐらいの時にやってたその大河ドラマがものすごいハマったの。へ、で、大河ドラマと、あと僕水戸黄門がすごい好きで。渋い小学生だな。この子渋いな。 4,5,6 年生ぐらいの時ずっと見てたね、水戸黄門を。で、なんかやっぱ剣使ってやっててかっこいいなと思って。そのイメージがあったのね。で、その時そのうちのお父さんと一緒に、毎週日曜日に居合、地元のその居合教室に行くっていうのをやってたの。で、そこで居合はある意味、まあ、戦うというよりかは技の美しさを競うものなので、まあ、そうだよね、芸術的なものがあるよね。それを本当袴着て、模擬刀を持って、そう、こう持とうと思って、まあ肩の練習をするっていうのをやってて。居合は臭いの？臭くない。あ、防具とかないからね。ない。あ、そうかそうか。袴だけなんで。なるほどね。でも刀は一見本物に見える。あ、そうだ、刃がついてないやつ。すごい。じゃあ結構緊張感があるかもね。そうで、本当に上段者の人は真剣、あ、らしいね、本当の日本刀、ね、藁みたいなのスパッと切るんでしょ。そう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 。で、ああいう、 こう切る系じゃなくて、どっちかって技をこう磨くやつで。なるほどね。でもそういうのやってると、なんかやっぱね、剣いいなってなって剣道やったっていうのもあって。おお、なるほど。やっぱ、ね、武道はね、武道にしかない精神的なものもあるからね。そうだね。まあ結構いい、いい文化、いい、ね、伝統だった、ね、伝統だと思うよ、多分今もね、やってるだろうし、ね、今もあるんじゃないかな、あってほしいね、ぜひとも、ね、でそして、まあ、結構まあ存分に語ってたものの、どうしても外せない会場の伝統があるんですって。ありますね。おう、これもう誰もが知ってるかなと思ってるんですけど。誰もが知ってる、まあ、存在はちょっと薄々知ってたけど。そう、ね、前提サッカーって何ですかっていう。いやいや、前提サッカーですよね。おうおうおう。
あ、いや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 前提サッカー会場のまず学校に入るとまあ目の前がそのあの前提がある前提があると校庭とはまた別にねそうこうやって別に前提があるでその前提は、僕たちの頃は、うん、あの緑のこうラバー状のゴムみたいなのが敷かれてあってそうだったラバーだった そこが、テニスコートにもなるっていうところあったんだよねああそうだったそうで、うん、今は多分あの、ね、普通にアスファルトと芝生になってるから、うん、あのできないかもしれないんだけど、はいはい、当時はその緑のところがあって、はい、でそんであのベンチとかがあってそこをちょうどゴールに見立ててああであのサッカーをやるんですけどサッカーボールが多分使っちゃいけないかなんか大きいからちょっと危ないみたいなのであなるほどねそうで、ね、柔らかいやつだったらいいよってなったの柔らかいやつならいいんだそうでその時に出てたのが緩いなあの軟式のテニスボールみたいな白いこうフニフニしてるボールゴムボールねゴムボールゴムボール、はいはいはい、であれをあの売店で売ってるんですよ購買で売店おばばがいる購買で、はい、おばばね、はい、で、あそこ100円ぐらいで売っててでそれがもうある意味必需品みたいなねみんな1個は持ってるみたいな持ってた持ってないな持ってないのか伝統に乗れてなかったわ乗れてないわそれはそう、それを持って、はいはいはい、もう休み時間10分しかないけど5分でもいいからやると昼休みじゃないんだよそう、休み時間授業と授業の間のいや、なんなら朝練やってるやついたから部活かよ朝8時からやってるやついたから前提サッカー部あったんだあったあったあったすげえな前提サッカー部でもう朝練、はい、もうこの隙間の休み時間昼放課後もういっぱいあるわけだよねなるほどなるほどそうやれる時はいつでもあるとそうでそこでやっぱりあのよくわかんないけどなんか楽しんでねサッカーやってたんだそうあの上履きでやるんだよしかもね上履きか上履きとあのこれやるからねすごいなラフなそうえ校庭は使わなかったの校庭はあの上級生、まあ、高校生ぐらいになってからやってただよね、うん、あそうそうそうあじゃあ中学の頃の中学はそこで修行する伝統あつながってた中学は上履きとその柔らかいフニフニのボールであそうだったんだそうまず足技をこう磨くとなるほどねそうそうそう基礎をそこで学ぶのか学ぶとなるほどボールの扱いに慣れてであの上級学年になったら広い校庭で、まあ、サッカーボールなんで好きにやるとちゃんと生かすとその技術、ね、そう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 キャリアがあったんだねキャリアあるなるほどね、うん、そういう伝統がありますとあります会場にはありました僕たちの頃ありました、はい、そして今もぜひともね引き継いでいってもらいたいそういう伝統ばっかりでしたねぜひともということで今回はね、はい、会場に、まつわる知られざる伝統について話しました、はい、この動画が面白いと思っていただけた方は高評価とチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。